2013UEFA スーパーカップは欧州サッカー連盟が開催し、前年度シーズンの UEFA チャンピオンズリーグの勝者と UEFA ヨーロッパリーグの勝者が戦う38回目の UEFA スーパーカップである。試合は UEFA チャンピオンズリーグ2012から13の勝者バイエルミュンヘンと UEFA ヨーロッパリーグ2012から13の勝者チェルシー FC の間で行われた。前年度までの試合会場はモナコのスタトルイズであったが、今年度より年度ごとに試合会場が変更され、本年度はチェコプラハのエデンアレナで2013年8月30日に開催された。1998年に UEFA スーパーカップが一試合制となって以降、 モナコ以外で初めて試合が開催されることになった。エデン・アレナは2008年5月に会場したスタジアムで同じ場所に建てられていた同盟のスタジアムから名前が取られている。エデン・アレナはチェコの国内サッカーリーグガンブリヌスリガでプレーする SK スラビアプラハのホームスタジアムである。バイエルンとチェルシーが UEFA の舞台で対戦するのは2012年ミュンヘンでの 決勝以来である。この時は、チェルシーが、地元開催で勢いに乗るバイエルンに、PK 戦で勝ち、クラブ史上初、そして、ロンドンのチームでは、初のビッグイヤーを手に入れた。対するバイエルンは11の12シーズンの雪辱を、トレブルという形で晴らすことができたチームである。また、両、チームともバイエルンは、グアルデオラ、チェルシーは6年ぶりに監督復帰となった。 モーリーニョ共に監督就任して初の国際マッチとなる。ちなみに両監督は10から11シーズンと11から12シーズンで永遠のライバルの監督として務めてきた経歴がある。バイエルンミュンヘン V チェルシー。ありがとうございます。